ワンズタイムでは車中泊しながらワンコと楽しめるスポットも紹介していきます。上州沼田の旅ではリンゴ狩りを楽しみつつ、ワンズは景色を見ながらドッグランで喜んでいました。今回は東洋のナイアガラと呼ばれている吹き割れの滝へトレッキングしながら絶景を楽しんできました。その迫力にワンズも大興奮。道の駅尾瀬片品で尾瀬の景色を楽しんだワンズタイム一行は、圧倒的な迫力を誇る片品渓谷沿いの名瀑吹き割れの滝に向かいました。私たちね、今から吹き割れの滝に向かってます。はい、ここもね、滝で有名な場所なんですけども、マイナス温をね浴びたいと思います。はい、以前白糸の滝でね、あの滝を紹介したんですけども、あの滝もね良かったんですけど、こちらの滝はどうでしょうかね。はい、行ってみましょう。はい、ということで吹き割れの滝に到着しました。はい、ゴーゴーゴー。今時刻はね3時なんですけど、もうねちょっと涼しくなってきましたね。はい、吹き割れの滝観望台。この時この注意書きを見ていなく、滝まですぐ行けると思っていました。はい、こちら行ってみましょう。あ、ここにはね、はい、神社もあって、はい、ちょっと暗めになってますね。足元気をつけてね。すごいところに入ってきた感じがしましたね。はい、いてててどうした。1キロぐらい、そんなにあるかな。結構あんね、これ一番遠い、遠いね、きっと。いてててててなんかすごいよ、大丈夫。トレッキングしてます。はい、ここもね、やっぱりシューズはトレッキングシューズとかね、スニーカーってちゃんと滑らないやつにした方がいいかな。はい、行くよ。よいしょ。はい、階段だよ。はいよ。よいしょ。これ一番遠いとこから行ってんじゃない？かもしんない。こんな感じです。いや、ちょっと待って、ほら運動になるわ。よいしょ、よいしょ。いや、ワンズは元気ですよ。ここね、かなりのね階段っていうか山道なので、はいよ。はい、まだまだあるんで行こう。これは明日筋肉痛だね。はい、よいしょ。これは明日筋肉痛の日です。でもワンズは元気です。はい、第三観望台まで行きました。はい、ここからもね上から見渡せます。いや、上から見るね滝も綺麗ですね。いや、また違った紅葉をちょっとね前に挟みながら滝が見れるので、これはこれでいいですよね。では下まで降りてみましょう。はい、はい、トレッキング中です。はい、なんか自然のパワーもらえるんですかね。自然のパワーもね、楽しそうだね。はい、今歩いてきたんですけど、これはすごいですね。上まで続いてて、何年かかってねこの岩ができたのか、すごいですね。
はい、ここにもね観音様が祀られていて、はい、ここでねお参りする方もねたくさんいるんでしょう。はい、先を進みます。はい、第一展望台の滝です。いや、ここはね全体を見渡すことができてねいい感じです。はい、今山道を下ってます。はい、さっきのね滝の駅の、ところからは結構今歩いてきました。もう20分以上歩いてますね。はい、トレッキングしてます。はい、ゆっくり行こうね。ゆっくり行こうね。キミさん転んじゃうから、はい、ゆっくり行こう。暗い怖いからね。はい、何行こう。現在地は、はい、現在地ここですね。今広場、そこが滝の駅で、神社を通り抜けて上がっていきました。で第二展望台とかね行って、今現在地ここにあります。広場ですね。はい、ここから渡ると浮島観音に行くみたいですね。はい、今橋渡ってます。わあ、すごい景色ですね。あ、紅葉が、ここは紅葉すごいですね。早いっていうか、わあ綺麗です。屋根がね最高です。いや、これ景色いいね。素晴らしい景色です。ちょっとね紅葉もしてきて、いやー、この紅葉もなんか合いますね。この滝のこの流れのね。そしてもうすぐ夕日が沈む。いやー、いいですね。橋を渡ってきましたね。はい、こちらが浮島観音になります。いやー、いいですね。なんか落ち着きますよね。はい、ここも橋がありました。うわー、また橋を渡ると、おお、今度はねさっきよりね近いところで見れますね。はいはい、この橋の奥から見る景色がこれです。いやー、綺麗ですね。絶景です。こっちはもうすでに紅葉になってる。山の上から流れてくる水が、あー、とても綺麗ですね。そして上の岩肌、いや、すごい岩だね。こういう時がね、旅に来たね、よかったねって。はい、先ほどねトレッキング登ってきましたが、その疲れも飛びました。上怖かったね。上怖かったね。橋怖かったね。全然怖くないけど、はい、ちょっとね、富士さんはね意外と高所恐怖症で、ああいうとこ苦手なみたいですね。はい、ちょっと怖かったよ。犬はまあへっちゃらですけど。すごいですね。ほら、すごい。ほら、すごいね、吹割の滝。うわー、これ、カノンが歩けてる。すごい、ほら、割れてるよ。割れてる。すごい、水しぶきが。え？水しぶきが。水しぶきすごい、割れてる。すごい。あそこからね、歩いてきたんですよね。この流れですよ。素晴らしいね。はい、ただいまの気温 10.5 度、湿度 72% です。いやー、これが滝の気温です。さっきからね、温度がギューンと下がってきて、いやー、もう滝のね、しぶきがすごいんですよ。これはもうね、夏はほんといいかもしれないですね。秋はね、ちょっとね、寒くなるかもしれないね。はい、素晴らしい景色ですね。はい、ここはね、もうワンズとね、マイナスイオンを感じていきましょうかね。はい、素晴らしい吹割と滝の景色を写真に撮ってみました。
木から上がってきました。いやー、すごかったね。ここだ。ちょっとね、気になってる店があるんですよ。はい、それはね、アップルパイが売ってる店らしいんですけど、これだ、アップルパイ。だからちょっとこれ、ね、沼田さんりんご 100% アップルパイ。事前調査で気になっていたキャラ園にアップルパイとお土産を買いに行きました。いろんなお土産がありそうですね。じゃあこれいきますか。りんご増量です。これだ、見た目、見た目これと、あっちがこれ、これが普通な感じ。あ、でもどっちも美味しい。美味しそうだね。いっぱいあるね。はい、じゃあどれにしますか。どうぞ。やっぱりリンゴいっぱいがいいな。はい、リンゴいっぱいが、じゃあということで、私たちが選んだのは吹き割りリンゴの手作りアップルパイプレミアム。その他の土産も充実していたので購入しました。上州沼田の旅、吹き割れの滝いかがでしたでしょうか。ワンズとトレッキングを楽しみつつ、東洋のナイアガラと呼ばれている吹き割れの滝の絶景で感動しました。次回は今回の上州沼田の旅でのワンズとの車中泊をお届けします。シートアレンジを駆使した車中泊スペースでワンズと車中泊を楽しみます。お楽しみに。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。